ラパス市は赤道ギニアの都市。2020年の完成を目指して建設中の計画都市であり、現在の同国首都マラボに代わって新しい同国首都になる予定である。2017年以前はおやら、またはジブロホと呼ばれていた。周辺都市はモンゴメエンで、同都市にあるモンゴメエン国際空港からは 20km 程度離れている。周囲のジャングル、 都市はこれらを切り崩して建設されている。都市デザインは、ポルトガルの FAT、フューチャーアーキテクチャーシンキングが設計したものであり、8150ヘクタールに約20万人が住めるようになっている。首都機能としては審議会や大統領宅ができる予定である。建設予定地は何もないジャングルの奥地であったが、2012年に、 テオドロ・オビアン・ゲマ大統領が親らに首都機能の移転を発表。移行級ピッチで建設が進んでおり、2013年にはゴルフ場、大学、豪華なホテル、6車線の高速道路などがほぼ完成している。かつてはウェレンザス県に属していたが、2015年8月3日に分離し、ジブロホ行政士となった。ありがとうございます。